こんにちは、ジンタマンチャンネルのジンタマンです。はい、パパです。はい、今回はですね、もういろいろな硬い果物たちを割っていく YouTuber を見て思ったんですよ。パイナップルはどうなのかということでね、この500グラムのゴムとパイナップル買ってきました。でね、最終的には何回でパイナップルが割れるのか検証していきたいと思います。じゃあやっていこっか。じゃあまずね、乾杯していこう。じゃあ乾杯。じゃあ行ってこっか。じゃあ行ってこっか。早速ね、このゴムね、どんどんやっていくよ。ナンバー16番。じゃあ 上から来てるの、下から行こっか。そんなんできるわけねえやろ。バカなんだお前は。上切るか。上切るか。上切ろ。切ってじゃあ、これじゃお願いします。はい、じゃあすぐやっていこっか、ね、あの上の部分ちょっと邪魔やったけ、これ取りました。なんか使えんかなこれ。うん、あ、カツラにできそう。じゃあ行ってこっか、早速。じゃあ1個目ボン。まっすぐ使うの、こっちからの画面で、こう、はい、ドン。2個目いきます。まあやっていこっか。じゃあ行くぞ。おう、いけそうな感じがするよね。うん、なんか、うん、スイカとかも割るよ、なぶって割る人もおるけどさ、あんまおらんよ、そういう人。あれ、あのスイカよ。しかもかぼちゃも割るって言うね。世界丸見えは。ビビビやけど。いけると思う。かぼちゃより硬くないもん、パイナップル。パイナップルにいいぐらいか。あんじゃあ、ちょっと100個目。100個いった。200個ぐらいでいけるか、これ。なんか、爆発しそうなんやけど。離れよ。ちょっと怖いわ。ちょっとだけ怖いわ。ちょっえ、まあ、200下がろう。なんか、え、だって怖いんやけど、そこ怖いぞ、これ。
怖いぞ怖いぞ。パイナップルの匂いがしてきよう。もうほら、わからんわ、わからん、ちょっと汁が大量に出てきよう。水分、待って、怖い怖い、やばい、怖い。匂いしてきたパイナップル。やろう。おい。ちょ、怖い。ちょ、ちょ、今度の。こっち向きにしよう。うわ。こっち向きにしよう。この方がわかりやすい。ああ、切れるー。うわー。うわー。228で割れました。すげえ割れるんだ、すごねえ、やった玉がガッチガチはボールよ俺すげえできました。食べてん、食べてん、いただきます。買ってこれあの何、糸コン、糸コンの買ってやつじゃあもうこれまあかぶりつくね。うん、うん、ちゃんとパイナップルうまい、うまい、うんうん、うん、はい、検証結果228で、うん、228でパイナップルを割ることができました。ゴムのサイズが16番、16、228やったね。最初と比べてみて、ほらこんなに今度ウエストできたよすごいすごいね、コムが怖いわ。この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。次の動画を見てください。バイ。